ゲノム損傷等学の勝木と申します。あの本日はあの高田教授がちょっと診療の方が入りまして来られなくなってしまいましたので代理でご紹介させていただきたいと思います。と私たちの研究対象はですねゲノム損傷の修復なんですけれどもゲノムというのは構造的に損傷のあのたいあたくさんの損傷にさらされています。えっと外因的な放射線等の外因的な 要因による損傷だけでなく細胞内、生態内での内因的な例えば細胞のメタボル代謝であったりですとか酸化ストレスによってまた複製のストレスによっても様々な損傷にさらされていましてこのようなゲノムの損傷が蓄積していってしまいますと 細胞は老化したり、細胞死を起こしたり、えー、大変不,不都合なことに眼科を起こしてしまったりと、あの生体にとって非常に良くない状況になってしまいますので、その損傷が蓄積しないように、損傷が修復されるという機構が非常に重要で、この損傷の修復がゲノムの安定性を維持するのに必要である。 ということが分かっておりまして、これを対象に研究を行っています。様々なこういった損傷に対して、個々の非常にユニークな修復機構が進化の過程上で発達しているということが、でに長年の研究で分かってきておりまして、このような修復機構に異常があるような、例えば先天性の疾患の方は、修復、何かの損傷を修復できないと、 病気になってしまったり、えー、大変あの発がん性が高くなってしまったりということが分かっています。で私たちの、えー、すいません、えーそえー、と修復、えー、興味のある修復の対象としましては、えー、インターストランドクロスリンク、えー、DNA の過強損傷の修復に着目をして研究を行っていまして、このクロスリンク損傷の、えー、と修復の欠損というのは、ファンコニ貧血という、えー、と稀な え、疾患を呈するということが分かっています。で、この、ファンコニ貧血は、現在までに22もの、あの、たくさんを、あの、たくさんの原因遺伝子が同定されていまして、出生というのは非常に稀なんですけれども、特徴としまして、低、低身長などの骨格異常や、上肢の気形また小児期に早期に再生不良性貧血を発症したりと、非常に重篤であります。また、白血病や、頭頸部のがん固形腫瘍などを高頻度に、あの、 定するということも分かっていましてこの原因というのは難因性生体内で発生するアルデヒドによるその dna のクロスリンクに対する修復経路の欠損というのがこの疾患の本体であるというふうに言われておりますで、この22の遺伝子のうちの一部というのは家族性乳がん卵巣がんの原因遺伝子とも重複しておりまして非常にあの注目をしております で、この、私たちの研究内容としましては、ファンコニ貧血をはじめとする DNA 損傷等の血損傷の病態の解明や分子応答メカニズムの解明、また、ナイ性アルデヒド代謝による DNA 損傷の制御機構、これについては、最近力を入れてやっておりまして、新規の血損傷というのを発見いたしました。 人の由来の細胞株や患者さんの細胞株、モデル生物としまして、ゼブラフィッシュや iPS 細胞を使って研究を進めています。 近年は、このファンコニー貧血において RFWD3 が22番目の新規遺伝子、原因遺伝子であることを昨年同定しまして、この遺伝子というのが E3 ライゲンスとして相当組み換え修復の過程で修復因子の指基地因化を介した制御というのを促しているということを報告いたしました。また、最近ではファンコニー貧血 遺伝子の一つである SLX4 の、えー、修復機能を制御するような損傷部位への集積に必須の有機沈下構想を同定しておりまして、研究を進めています。こちらが4月からのメンバーになりまして、えっと、12名の体制で進めております。教授からのメッセージとしましては、えっと、これまでの、えっと、 希望される学生さんに対して、これまでされてきた研究分野や経験は問いませんので、あの、意欲のある学生さんに来ていただきたいというふうに思っております。本日の研究訪問を希望される方は、14時、16時に補正券のこちらの玄関前に来ていただいて、教授室に電話をかけていただければと思います。よろしくお願いします。